女の子が頭につける C 字型の髪飾り。この髪飾りのことを私たちはカチューシャって呼びますよね。でもこの髪飾りのことをカチューシャと呼ぶのは実は日本だけなのだそう。一体どうしてカチューシャと呼ぶようになったのでしょう。そこには日本の演劇の未来を背負った人々の物語と一曲の歌の存在がありました。世にある、世にあらぬ、それが疑問じゃ。そこには2年間に及ぶ稽古の末にハムレットの舞台に立つ若い男女の姿がありました。こちらの光景、一見普通のことのように感じますが、時は明治の終わり頃。段切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするなんて言いまして、西洋のハイカラな文化が一気に日本に流れ込み、人々の生活も服装も建物も何もかもが様変わりした後の時代。こちらの劇団文芸協会の創設者坪内逍遥は日本の演劇に疑問を持っていました。これからの役者はもっと自然な演技をしないと。男が女の役をやるのもおかしい。当時の日本の演劇といったらこういうのが主流でして、舞台の上は女子禁制、女性の役も男の人がやっていました。西洋の演劇にいち早く触れた逍遥は、何としても西洋の演劇を日本に取り入れなければという強い使命感に燃えていました。墓に降ります涙の雨がおさらばでござります。ここに女優を目指す女性が一人、ハムレットのヒロイン、オフィリア役の松井須磨子。これは彼女にとって初の舞台。荒削りではありましたが、最小の娘オフィリアが度重なる悲しみのあまり気が狂ってしまってからの演技には目を見張るものがあったとのことで、それも手伝って舞台は一応の成功を収めたのでした。それまでの文芸協会の活動資金の大半は逍遥が注ぎ込んだプライベートの資金によって維持されてきました。芸道すなわち真剣、逍遥にとって新しい芸術を世に広めることは自分の身を犠牲にしてでも成し遂げたい目標でした。とはいえ、一度の演劇を行うためには役者の出演料はもちろんのこと、スタッフのお給料、宣伝費用、場所代など莫大な予算がかかります。今回のことで多少のお金が入ったので、無事に借金を返して出演料を払うことはできましたが、協会のみんなを食べさせていくためにはもっと大きな成功を収める必要がありました。そんな自利品の状態で挑む協会の次回作、脚本の翻訳と演出を託されたのは逍遥の一番弟子である島村抱月でした。抱月はオックスフォード大学とベルリン大学、2つの海外の大学への留学、そしてその中で西洋の演劇の鑑賞を経験した演劇界のスーパーエリート。ハムレットでの演技で好評だった須磨子を主役に挑戦する演目はイプセンの人形の家です。天真爛漫な主人公のノラと、借金や人の道に外れたことが大嫌いな夫、2人は仲睦まじい生活をしていましたが、ノラには一つ秘密がありました。それは以前病に倒れた夫の治療費のために父の署名を偽造して秘密の借金をしたことでした。しかしそれは夫を守るためという愛ゆえの行動。もうすぐ借金も返し終えるノラは、かつての行動を誇りに思っています。しかしあるトラブルをきっかけに、この借金のことが夫にバレてしまい、夫は今までの生活からは考えられないくらいの罵倒をノラに浴びせます。夫の豹変ぶりを見たノラは、自分は愛されていたわけではなく人形のように置物扱いされていただけであり、一人の人間として認められていないのだと悟ります。私は目が覚めました。私は見ず知らずの他人とこうやって住んでいて、そしてその人と3人の子供まで作った。ああ、
そのことを考えると私は耐えられなくなって、自分の身を引き裂きたいように思います。ノラは妻や母親ではなく、誰かの人形でもなく、一人の人間として生きることを決め、家を出ていくのでした。スマ子の演じるノラの迫真の演技は、見た人々に衝撃を与えます。公演は大成功。当時の人々に人形の家がもたらしたのは新しい価値観でした。女性を解放しろ。人形の家からの脱出を。婦人解放運動の人権団体からも注目され、そんな世間の風も手伝って、スマ子は一躍大女優の座に輝いたのです。教会の資金難は瞬く間に解決。教会には追加公演の依頼が殺到し、次回作も期待されるようになりました。演劇が多くの人に広まるにつれて、自然と演目は迫力があって、分かりやすいものが求められるようになりました。お金が入るのは大変結構なことなのですが、松陽や抱月が本当にやりたかったのは、派手で分かりやすい演目よりも、地味だけれど深みのある作品でした。そういったものこそ真の芸術と呼べるのではないか。でもお金にならないのは困る。イケイケの文芸協会の裏ではこんな悩みが抱えられていました。それはそれとて、ここからが協会の稼ぎ時。大女優も育ってきて、これからという矢先に事件は起こりました。抱月とスマ子が交際していることが発覚したのです。しかし抱月は妻も子供もいる身。大女優と大学の教授のいけない関係とあっては、こんな面白いことを世間が放っておくはずもありません。ひとたび世に知れれば、マスコミはあることないこと書きまくり。劇団が立ち上がったばかりの大事な時期です。うちわの小さな揉め事と、簡単に片付けられればよかったのですが、話はとんでもなく大きくなってしまいました。世の中は本当に妙なものよ。私のようなわがまま者に成人になれというのですもの。私は成人なんて柄じゃないんですよ。スマ子の著書ボタン化けにはこのようなことが記されています。一度有名になってしまうと、世界中の人々がその人の性格やら素行やらいろんなことに注文をつけてきます。せっかく育てた大女優と愛弟子の不祥事は松陽を大いに悩ませました。そしてその頃には自身が目指した芸術と現状との間のギャップにも疑問を持つようになっていました。苦渋の決断の上、松陽は妻子と抱月を教会から追い出すことを決意するのでした。それからほどなくして松陽は引退を発表、文芸協会は解散、進撃の夢は目前にして絶たれたかに思えました。協会を追われた身ではありましたが、抱月とスマ子の二人はこの夢を諦めたわけではありませんでした。抱月には先生についていきたいというものがたくさんおりました。そんな仲間を引き連れて立ち上げたのが劇団芸術座。新しい挑戦が始まりました。大きなスキャンダルに見舞われたとしても、スマ子はやっぱり大女優。スマ子の名前を出すだけでも公演にはそれなりの人が集まりました。そうは言ってみても、団員全員にご飯を食べさせるのはやっぱり大変なこと。劇団はまたもや借金まみれ。どんなに立派な夢もお金がなくては実現できません。とにかくお金を儲けなくては。抱月はもう迷いませんでした。自身の目指す芸術はお金が入ってから、そのお金でやればいいのです。とにかく今はみんなが好きそうな派手な演目を。地方を回れば土地の人々への挨拶回りも欠かしませんでした。そんな努力の中でも周りの人は言いたい放題。これはもう芸術じゃなくてただの商売だな。
宝月先生は変わってしまった。宝月や須磨子のやり方に付き合いきれずに離れていく仲間もありましたが、そんなことには構っていられません。そんな中、第3回公演で挑んだのはロシアの大文豪トルストイの代表的な小説復活です。貴族の家に生まれたネフリュードフは、若い頃に恋をしていた女性カチューシャにひどい仕打ちをします。それがきっかけになり、カチューシャの人生はめちゃくちゃ、果ては無実の罪でシベリアの刑務所に送られることが決まります。そのことを知って罪の意識に苛まれたネフリュードフは、カチューシャを助けるためにあの手この手を尽くし、次第にカチューシャもそんなネフリュードフに心を開いていきます。簡単に言えばそういうお話ですが、当時のロシアの社会情勢や宗教の体制を痛烈に批判した内容は、それが原因でトルストイがロシア正教を破門されたくらい複雑で刺激的な物語を描いたものでした。この内容は今の日本人には難しすぎる、そう思った宝月の書いた脚本は、その頃の日本人に親しみやすいように原作の内容を大幅に変更してメロドラマ風にアレンジしたものでした。主役もネフリュードフから被害者の女性カチューシャに変更しました。カチューシャ役はもちろんスマコです。これでも生ぬるいと、この演劇では新たな試みとして劇中で主役のカチューシャが日本語の歌を歌うという大幅アレンジが決定しました。歌の歌詞は1番を島村宝月が、2番以降を宝月の弟子である相馬漁風が、そして作曲を任されたのは宝月の書生であった中山新平。シャボン玉とかてるてる坊主とか、有名すぎて誰が作ったか知らないくらいの名曲を世に送り出す後の大作曲家です。誰にでも親しめてみんなが歌えるようなものを、それが師匠の宝月からの注文でした。この曲は新平のデビュー作、とても難しい発注になかなかうまい具合には曲が作れません。そうして1ヶ月ほど経ったある日、ふと歌詞の間にララという短いフレーズを入れてみたらどうだろうというアイデアがひらめいたのです。そうして出来上がったのがカチューシャの歌。夜な抜き音階と言われる日本の伝統的な表現を取り入れつつも、西洋の雰囲気を感じさせる、まさに和洋折衷の楽曲に仕上がったのでした。迎えた公演はとんでもない大成功。舞台復活を軸とした全国巡業は東京から始まり、大阪、京都、神戸、名古屋、北陸、信州、東北、北海道、果ては海外にまで公演の幅を広げました。挿入歌のカチューシャの歌も、その親しみやすさと斬新さが絶妙な具合にマッチして爆発的な大ヒットとなりました。当時日本に出回って間もないレコードはバカ売れ。その人気ぶりといったら、当時の女の子たちはどこに行っても歌を口ずさむものですから、しまいには学校の中でカチューシャの歌を歌うことが禁止されたくらいでした。そして復活の劇の中で須磨子のつけていた髪飾りがあまりにも印象的だったため、いつしか日本ではヘアバンドのことをカチューシャと呼ぶようになったのでした。カチューシャの歌なんてものはトルストイの原作のどこにもありません。こんなに人気が出てしまえば、こんなの全然トルストイじゃない、芸術じゃなくて金儲けに逃げた、などという声もたくさんありました。それでも
私たちが現在見ることができるたくさんのミュージカルやオペラや演劇は、彼らの夢もお金もどっちも諦めない、そんな姿勢があってこそ今こうして残っていると言えるのです。私たちがカチューシャと呼んでいるものの名前の裏には、人々に演劇を広めたい強い思い、理想と現実の間で揺れる芸術、壮絶な恋、たくさんの物語がありました。そしてそのどれか一つを書いても、髪留めをカチューシャと呼ぶことはなかったのです。